さあ伊藤由里子さん、優勝争いに食い込んできそうな選手です。この選手もあの若手で最近もメキメキ実力つけてきてる選手ですね。今みたいにこう一回止まった感じが見えて決まったって感じに見えますもんね。メリハリがついて回転して切ってからのピタッて止まるっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。すごくアライメントも綺麗ですね。背筋、手の手の辺が動いてます。やっぱり体もうちょっとシットアップを、状態をもう少し上げたいところですか。起こした方がいいっていう、コントロールするのと抑えてやるのと違いますから、この辺が難しいところです ね。ちょっとね、我々は見てるとなかなか分かりにくい部分ではあるんですが、ただ指先のこう運ばす方はものすごくシャープに動いてますからね。そうですね。あの不思議に思うんですけども、エロビクスやられてる方って結構日に焼いてるじゃないですか、はい、これはなんか焼かなきゃいけないんですか。まあ、焼かなくとはそうでもないんですけどね、まあ、健康的に見せるために、あと筋肉のこの凹凸とか少し綺麗に見えますから焼いてた方が。あ、なるほどね。もう少し焼いてるんだ。かなり独特なあのプレゼンテーションといいますかね、表現力していく、ジャンプも高いジャンプでした。そうですね、一つ一つがでもはっきり動いてますけれども、あの運動量的にもう少しいろいろ